はい、プレーボールドモ野球人です。中日新助っ人候補ドミニカン外野手がインスタフォローで話題に、姉よりタバレスということでございまして、はい、今回は新助っ人のお話をしていきたいと思います。まあ最初に言っておくと、まだね、調査報道が出ているとかね、そういう段階ではないんですが、まあ毎度おなじみインスタフォローですね。まあこれはね、あの赤味噌さんが見つけて話題となっておりますが、やはりですね、中日に関してはドミニカウィンターリーグから毎年引っ張ってきているっていうところがあります。そういう中で当然ね、フォローしている選手がいるっていう風になれば注目ですし、今年のね、新助っ人たちもフォローから入団っていうね、流れっていうのが多かったかなっていう風には思いますので、まあしっかりどういう選手かっていうところを見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。はい、姉よりタバレス。2010年アマチュア FA で MLB 入り。出身地はドミニカ。1992年4月14日生まれ、31歳。175センチ、79キロ。ポジション外野、右投げ左打ちの選手でございます。まあ身長体重はね、マイナー時代のものというところになっておりますので、今は多分もうちょっとね、大きくなっているのかなっていうふうには思うんですが、まあまあこのくらいと。レッドソックスのマイナーでキャリアを始めると、2015年に初めてトリプル A に昇格し、その年のオフには WBCS、プレミア12のドミニカ共和国代表にも選出されます。そこから2016年にはオリオールズにルール5ドラフトで移籍したものの、翌年には再びレッドソックスへ復帰。しかし、AA では無双できるものの、トリプル A に上がると、そこまで明確な数字を残せず、メジャーデビューすることなく、2019年途中に FA となると、その後は主にメキシカンリーグと母国のドミニカウィンターリーグでプレーを続けているということになっております。はい、このタバレス選手、トリプル A までね、上がったことのある選手で、最後にね、MLB 参加でプレーしていたのは2019年。そこからはメキシカンリーグに席を移して、で、冬場にはね、母国のドミニカウィンターリーグでプレーというところになっております。で、そんな彼なんですが、今シーズンもね、メキシカンリーグとドミニカウィンターリーグの両リーグでプレーしておりまして、まあドミニカウィンターリーグの方は現在も行われておりますので、そこで試合に出ているというところでございます。で、そんな中、今回ね、中日のインスタをフォローしているっていうところが話題となっております。まあ、ちょっとこう前からね、フォローしているっていうところも聞きますし、当然ね、フォローする選手に関しては、球団と接触している選手もいれば、こう売り込みでフォローしているっていうケースもあるんで、まあなんとも言えないんですが、まあただ、ドミニカウィンターリーグの選手でフォローしているというところで話題となっております。では成績の方もチェックしていきましょう。はい、では成績ですね、見ていきましょう。トリプル A の通算は2019年まで見ていきますと、148試合で2割3分5厘、562打数の132安打、13ホーマー、52打点、143四死41四球、オーペスが 0.657 という成績になっております。トリプル A ではね、150試合弱くらい出ておりまして、まあ、やっぱこうめちゃくちゃいい数字ではなかったのかなっていうふうに思います。それもあって、まあ、2019年途中にリリースされて、まあ、そこからはね、メキシカンリーグでプレーというところであるんですが、で、そのメキシカンで良かったのが去年なんですよね。85試合で3割8分8厘、325打数の126安打、23ホーマー、80打点、出塁率が4割6分6厘、オーペスが 1.124 と、いう成績残しております。もう本当ね、4割近く打っておりますし、ホームランもたくさん出て、まあ盗塁もそこそこあってと、まあこう無双級のね、活躍というところになっております。まあメキシカンリーグで言うと打高のリーグっていうところになっておりますので、その辺はね、差し引かなければなりませんが、かなり打っていたのが去年と。で、今シーズンに関してはですね、54試合で2割6分1厘、211打数の55安打4ホーマー、34打点、出塁率が3割3分6厘、オーベスが 0.748 という成績になっております。まあ、去年はめちゃくちゃ打っていたんですが、今年はね、割とこう控えめな数字ということになっております。まあ、というのも、今季に関しては、メキシカンリーグ全体がそこまで蛇行ではなかったっていうところはあるんですよね。去年は防御率6点台ではあったんですが、今年で言うと防御率は4点台まで下がっております。まあ、超蛇行のね、イメージがあるメキシカンリーグなんですが、今年はそうでもないと。で、まあ、OPS で言っても、平均っていうのがぐっと下がっておりまして、まあこの成績で大体平均ぐらいの数字ということになっておりますので、まあ今年はね、そこまで成績残していないんですけど、そういった背景はあるのかなっていうふうに思います。で、そして今参加しているドミニカウィンターリーグ、17試合で3割2分2厘、59打数の19安打、0ホーマー、10打点、12三振6四球、盗塁が4つ、オーベースが 0.773 ということで、まあ今のところね、しっかりと成績残しております。ホームランこそ今ね、出ていないんですが、まあ打率も3割超えておりますし、上々。まあやっぱドミニカウィンターリーグね、まあここは毎年打点っていうところもありますので、なかなかね、数字残すっていうところも難しいんですけど、まあ彼の場合は結構安定して、
毎年ねこのぐらいは打っているのかなっていうふうに思いますので、その辺は評価されるポイントかなっていうふうには感じます。で、総評を見ていくと MLB の経験はなく、近年はメキシカンリーグとドミニカウィンターリーグを中心にプレーしておりますが、どちらでも通算で安定した成績を残しており、今シーズンの競馬っていうところもいずれのリーグでも低く推移しているため、辰巳監督の要望にもマッチはしております。まあやはりですね、辰巳さん要望としては阪神ノイジーみたいな選手が欲しいっていうところがね一つありました。まあノイジーっていうね例を出しただけで、まあ要するにですね、めちゃくちゃ飛ばすパワーヒッターっていうよりもコンタクトができてホームラン10本15本くらいね打てる選手を連れてきてくれっていうところでございました。まあなんでどっちかというと中距離ヒッターをね欲しがっているのかなっていうところもありますし、その辺を見ていくと割とこうマッチはしている選手かなっていうふうに思います。で、守備に関しては現状内野のオプションとかはないので両翼制の選手になります。ただまあ保険枠の選手と考えればなくはないチョイスにはねその辺を見たらなってくるんじゃないかなっていうふうに思います。まあなので具体的に言うとこう今年のアルモンテ枠的な感じとね考えれば、まあ収まりはいいんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ比較的年俸もね3000万とか、まあ、それ以下で獲得できる可能性もねありますので、その枠としてはねハマってくる選手かなっていうふうに思います。はい、というわけでまあざっと見ていきました。まあまだインスタフォローしただけっていうところで、まあ可能性がありそうだよねっていうね範疇ではあるんですが、まあこういう選手がねいるというところでございます。では改めて中日の助っ人事情っていうところもね振り返っていきましょう。はい、では中日助っ人っていうところで現状ね確認していくと、今ピッチャー陣は3選手試合下でいます。ライデルが48登板で 46.2 イニング3勝1敗9ホールド32セーブ防御率 0.39、 KBB が 15.50 とちょっとね異次元の数字を出しているのがこのライデル。まあ来シーズン3年契約3年目っていうところでございます。まあその後はねどうなるかっていうのは分かんないんですけど、まあやっぱ彼がいるっていうのは本当大きいなと。でメヒアが8登板で 44.1 イニング3勝1敗防御率 2.33、 KBB が 1.11 と途中加入したメヒア先発としてしっかり働いてくれておりまして、来季の契約を掴んでおります。で同じく途中加入のフェリスも19登板 14.1 イニングで1勝0敗9ホールド防御率が 3.14、 奪三振率 10.05、 予測率 6.91 と、まあ、ちょっとフォアボールは多いんですけどしっかり三振取れておりますし、まあ、来季ね頭からどういうピッチングをしてくれるのかっていうのが楽しみでございますが、でピッチャーはこの3人が残留。で野手の場合はですねカリステが172打席で38安打5ホーマー、打率が2割3分3厘、オーベス 0.639 という成績残しております。まあ、ちょっとね、なかなか出番がなかったカリステなんですが、後半戦からはしっかりと使われるようになりまして、見事ね、残留を掴んでいるというところでございます。で、野手に関しては今のところカリステ1人。で、ここにプラスですね、ビシエドが日本人枠になったっていうところがね、1個あります。まあなんで、これをうまく活かして、いい感じに助っ人を編成していきたいなっていうところはありますし、育成野手、育成投手もキューバから派遣されている選手っていうところではあるんですけど、まあその辺のバランスっていうのもありながらですね、試合下の助っ人枠試合は4枠なんですが、割とね、抱えてる人数は多いということになっております。で、ここからですね、理想の補強といたしましては、まあやはりですね、保険の外野手、まあ今回のタワレスみたいな選手っていうところをね、1人欲しいなっていうところはありますよね。まあやっぱね安く獲得できてそれなりに期待できそうな選手っていうところ、まあ他にもねたくさん候補はいるかなっていうふうに思うんですけど、それこそまあカリステとかある程度活躍はできていましたし、そういう枠でありましたんで、やっぱ今年もその辺は欲しいよねと。でそしてもう1人はですね、やはりこう本命の外野手っていうところ連れてきてほしいなっていうところではあります。まあ今年で言うとやっぱそれが秋野になってくるかなっていうふうに思いますし、かなりの額をね投じて獲得いたしました。まあただ結果的には大外れっていうところではあったんで苦しかったんですが、まあただね今年もめげずに同じぐらいのランクの選手をね取りに行ってほしいなっていうところもありますし、でそれプラスファーストのオプションですよね。ここもあればやっぱねビシエドがダメだった時に入れるっていうところもありますので、まあ理想は両翼守れてファーストのオプションもついている外野手、それでまあそこそこねメジャーでの実績もあって期待できそうな選手っていうのをねしっかりとお金出して引っ張ってきてほしいなっていうところはあるのかなっていうふうには感じます。まあやっぱ中日二遊間の補強はしっかりしておりますので、助っ人さえねハマれば浮上っていうところもできる可能性が出てくるだけに、今後ですね助っ人補強の動きっていうところ、まあ徐々にね情報っていうところも出てくるんじゃないかなっていうふうに思いますし、その辺は注目かなと。はい、では以上ですね、最後ネットでの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応ですね見ていきましょう。映像を見る限り辰巳監督が好きそうなタイプだね。
間が取れてるし、コンタクトがうまそうだね。技術的にはアキーノより日本で活躍できる可能性が高いと思う。タイプ的にはルナに近いかな。今後の外国人像にも一致するね。可能性は高そうだね、ということで。はい。まあそうですね。まあ今回のタバレスに関しては、まあまだフォローしただけっていうところではあるんで、あくまでも候補の一人っていうね、ところかなっていうふうに思いますが。まあでもやっぱね、タサミさんが好きそうなタイプではありますし、メジャーの経験はないんですけど、左打ちの外野手っていうところを考えれば、まあなくはなさそうなね、感じはいたします。まあやっぱ注文的にはね、ある程度こうコンタクトできる中距離打者っていうね、ところを取ってきてほしいっていうところではありましたんで、まあその理想像と重なるね、部分は大きいんじゃないかなというふうに思います。でまああとはね、今年のドミニカウィンターリーグ、参加してる選手自体ですね、そこまでね、目星いい選手がいないみたいなこともですね、赤味噌さん含め、有識者の方っていうところもね、言っておりましたし、まあ上のね、選手はいるんですけど、中日が取れる範囲で、いい選手っていうのはなんか少なそうな感じもいたしますので、となればやっぱね、間違いなく候補には入ってね、来そうな選手でございますし、その選手がインスタフォローしているとなればね、当然注目ですよね。で、こちら見ていきましょう。支配下がかなり空いているから、今年みたいにガンガン、とりあえずガンガン取ってきてほしいわということで、はい。で、まあ今年のね、中日、第2次戦力外期間が終了いたしまして、支配下がかなり空いております。まあ最後、ガッとね、育成に落としたりもしておりましたんで、今枠的には60枠しかないんですよね。で、まあ、ここからプラス、助っ人を取ると考えてもですね、かなり枠は空いている状態ということでございます。なので、やっぱね、ある程度助っ人にも枠を使ってくるのかなっていうふうに思いますし、多分まあ、最低2人は取るんじゃないかなっていうふうに思います。そうなればやっぱね、こう、保険枠の選手として1人、で、本命の選手1人っていうところで、野手も取れますし、まあ、プラスアルファ、もしかしたらこう、カリステみたいな内野っていうところもね、取ってくるかもしれませんし、まあ、はたまたこう、ピッチャーっていうところ、この辺もね、補充してくる可能性もあるだけに、まあ、いろんな使い方がね、考えられるのかなっていうふうに思います。で、やっぱね、中日、なかなかこう、お金をかけずに、低予算で低予算でっていうところが、ずっとね、傾向としてあります。で、先ほども言った通り、それでまあ、カリステがね、保険枠で、そこそこやれていたっていうところもあるんで、まあ、そうなったらね、秋野みたいに実績のある選手をね、取ってくるよりも、こう、カリステみたいな選手を、たくさん取ってきた方が当たるんじゃないかっていう意見もね、ありますので。まあ、数で埋めてくるっていうね、戦法も有効になるケースはあると思いますので、まあ、今年どういう風に補強してくるのかっていうのが楽しみですよね。はい。というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット。ありがとうございました。